はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥダイ。というわけでね、ちょっと夜の間、なんだっけ、アクス作ったり何したりしてたんですけど、その中でちょっとね、面白いことに気づいたんで、それちょっと紹介したいなって思ってます。で、まず、アイテムって修理できるじゃないですか。で、普通に、まず最初の気づき、これからいくか。まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、石斧が壊せるようになりました。で、コストが上がりましたっていうね。スモールストーン5個使うんですけど、スクラップしたら3つ戻ってくるんで、実際のコストは3だなっていう考え方、あ、3じゃない、石2とかだなっていう考え方もできるなっていう。石に、草に、ウッドにっていう。なんで交互に作ったり壊したりしとけば、結構、なんていうの、安上がりで作れるかもしれないっていうのを気づきました。で、それとは別にね、ちょっと面白いこと気づいたんですよ。一回キャンセルするか。アイテムってダメージ入ってたらリペアできるじゃないですか。リペアもね、意外とね、いいなっていう。まず1個作ってみるか。T と S の間ですよね、今。T と S の間でクラフトしますと。なんで、これぐらい伸びてよね。これぐらい。これぐらいなんで。まあ、ここら辺まで来れば、いい感じだねっていう。で、これ、リペアしてみます。ほら。もう一回。多分もう一個リペアしたら分かりやすいかな。ほら、もうスキル上がっちった。というわけでね、リペアが意外と経験値もらえてるっぽいです。なんで、もし石を節約したい、石拾うのが大変だっていう時は、ちょっとね、武器を削って、それを修理するのもありかも。で、その削るときにちょっといろいろ試してたんですけど、なんかね、武器が逆に削れてないことがあるんで、ちょっとその条件がわかんないです。これもう本当に、もう朝になって気づいたんで、この方法。ちょっとね、まだ確立はしてないですけど、夜、多分最初のうちって結構暇になることあると思うんで、材料が少なくてね。そういう時は使えるかもしれないです。で、多分新しい武器の方が、新しいっつか古い武器か。どちらかというと、まあ、こんな感じで削れてないんですよ、殴っても。なんで、もしかしたらね、最初の初期武器、初期斧とか、柔らかいゴミのようなもの、こういうやつらを使った方がいいかもしれない、実は。新しく作るよりも。削れるのが早いかもしれないです。削れてるかな、これ。削れてない気がするね。削れてないね。そう、削れる削れないがあるからな。もっとうまく削れれば、もっと効率よく上げれる気がします。でも多分は、一番いいのは、もう、おとなしく、量産するのがレベル上げになるんじゃないかなと、あと本読むのがね、思います。夜、もう本当に、石が足りない時とか、そういうので上げれますよってことですね。あと、他のコストかからないのが、いい点かなと思います。というわけで、今回のことやっていくか。これもいらないよね、多分。これスクラップして。で、今回はどっか行こう。本当はトレーダー行きたいんだよね、棒。トレーダーは一回行っときたいんですよ。何が足りないの。草しまっちゃったかな、俺。草しまっちゃったね。で、クマさんがいるんだよね、近くに。怖いね。クマ VS ゾンビやってる。これ3番の1番アクス。これじゃないな。これスクラップ、これでいこう。よし、行こう。いや、何の音よ、せめて。ないね。火つけてなかったね。まあいいや。で、どこ行こっかな。雪山ってリスク高いんでしたっけ、こっち側ね。でも雪山絶対1箇所あると思うんですよ。こっちを目指すか。
これってホットだっけ？クーラードリンクだよな、食と。黄色持ってくべきだったね。まあいいや。うすげえ。なんか、霧がかかってる。行きましょう。トレーダーを探していきましょう。あ、このまま行ったら街に突っ込んじゃう。街に突っ込んじゃダメなんだよ。街、犬がいるんで、できるだけ避けたい。どうしようかな。食べ物に関しては、こいつをちょくちょく食べれば大丈夫なのかな。またいきなり毒とか言われたらへこむけど。コーン畑もいいね。コーン畑って犬がいたんだよね、前は。今もいるのか知らないけど。あ、蜂蜜ありがたい。とりあえず犬がいるのを前提として大回りで行こうか。ついでにこの小屋に犬がいたんですよ、昔は。あ、コーンでけえ、いいな。うわ、鹿か、びっくりさせやがった。あ、こういうコーンいいな、拾いやすいし。これドカーンちょっと爆発したらもう笑えないけどね。犬いるかわからん名前や。あれ、なんかこれ違うね。このコーン違うな。もともと植えられてるの違うかも。1個って書いてる。1個ずつ回収してる。おかしいもんこれ。もしかしたら別のコーン植えられてるのかな。ちょっと植えといてみましょうか、私のコーン。それともコーンも量産しすぎるから、みんなバランスやばいから変えたかな。取れる量、収穫量調整したかもね。それだったらすごくありえる。ここに植えるかっつうけど、まあいいや、行こう。とりあえず行きます。トレーダーを探して。矢を装備せな。トレーダーの近くに家を構えれば多分ね、貿易でどうにか生きていけるんじゃないかと密かに思ってます。それ考えたら砂漠のトレーダー探すべきだろ。雪山じゃなくて。おお、雪山あそこだ、遠くから見える。そうだな、砂漠のトレーダー探しに行くべきだったな。まあいっか、どっちにしろ。そうだな、こっちに住むの難しいもんな。見つけるだけ見つけて帰ろっか。それだったらちょっと砂漠行こう。やっぱりごめんなさい、砂漠行きます。なんでこっちかな。高いところ上がればさ見えるよね多分。あー、ちょっと曇ってきたね。すげえな、天候がすごいリアルな感じになってきた。煙たい気がするけど、これはちょっとこれちょっと違うよな。霧というより煙たいよね。あそこになんかあるぞ。あれはただの家ですね。家と水たまりがあって、工事の家だったらそれはそれでちょっとありがたいな。なんもないもんね。工事の家だったらちょっとマーキングだけしとこうか。まあ、工事の家ってあんまないかな。あれどうだ、クマさんいるな、ナースいるね。これ工事の家なんか違うな。工事の家ってこんなんじゃないですよね。違うね、違います、あれポージじゃないです。ポージはね、固定マップでは自分で作れっていうスタンスだと思うんですよ。なんで多分ないんじゃないかなと。そこまでは。あれは、あれもアバンダントハウスでしょ、とあと看板でしょ。この道に沿っていけばトレーダーあるんじゃないかな実は。
キャンピングレストエリアノーダンピング、ダンピングってそういうことかな、そういうことかな、ちゃんとトイレ行きなさいってことかな。うわすーげえ雪山、あ雪山入りました、寒いぞ。そして服持ってきてないぞ、白ゾンビから奪うしかない。白ゾンビじゃない、何ゾンビこれ、こいつからこいつから、この強いやつから、こいつ強いんだ、だから大嫌いなんだ、ほんと硬くて仕方ない、硬くて胴体じゃないんだ、頭やったか、よし、はあ俺好きかも、ごめん嘘ごめん嘘、ランバージャック強えじゃん、いきなりですよ、いきなり。あ、しょしょウェイ。矢が足んねえな、これ。やったか。あ、そうそうそう、それ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 。寒かったんだ。下手くそ。ランバージャックありだね、最初に。最初に倒せる自信があるなら、意外とありかもしれないです。こいつ倒せば、なんていうの、木は余裕で手に入るかも。クラフティー上取る、いや、クラフティング取ろうかもある。クイッククラフティング取ろう。クイッククラフティング2じゃないよ。これ。もう一個なんか取れるね。これ取りたいけどな。なんか今いたよね、動物かな、ゾンビじゃない、ゴミ、今回トレーダー探しに来てるんだから目的はそこだからね。よし、とりあえずトレーダー見つけた。なんか今右明るいのなかった、ほら今クマの音した。それよりも俺あの明るい家が気になる。昼の12時だぞ。おわ来たトレーダー、もういきなりですよ、いきなり。なんだこんなすぐそばにあんじゃん、やっぱり初トレーダー雪山にある。おい今起き上がるなし、うわ頭が落ちた。俺トレーダー行きたいんだって、お前俺に邪魔すんなし、しかもここでオーバーヒートするってどういうことやねん、マジかよマジかよ、さっきの雪山だぞ、ここなんで雪山でオーバーヒートするし、あぶすぶしおい頭取れてしまう、お前ふぅ、オーバーヒートかよ、ここで。そりゃ暑そうな格好してるわ、つか寒いだろお前、絶対こんな格好して寒いから。あーいいね、コートいいね、これ着よう。どっちがいいの、30対40こっちの方がまだいいじゃん。よしトレーダー行きましょうよ、なんかお土産持ってく、とりあえず行こう、武器しまおうか、間違って殴った笑えないか、オープンイエーイ、ちょっと武器怖いからしまって、やったぜ、ついに来ましたトレーダーハウス。ここはねあれなんですよ、うん、ゴミが回収してるけどどうでもいいや、ここはあれなんですよ。お、なんだこれなんだこれ、これはしごあるのか、それとも落ちたら痛いやつか、これ下手に覗いたら痛いやつなんでやめときましょう。よし、
これ拾ったら怒られるかな。こう怒られないよね、多分ね。怒られないよね。こんにちはじゃねえんだよ。配信回収しなくていいから、じゃなくって、じゃなくって。あ、これ拾っていい？あ、拾っていいんだ。ありがてえ。おわーお、あさってみるもんだね。あさってみるもんだね。いいね、いいね。楽しみだよ、これ。これでロケットランチャーの弾とか出るんでしょ、どうせ。わかる。あ、待って、クオリティ上やっとけばよかった。こいつか。そのクオリティ上取っとけばよかった。クオリティ上、クオリティ上、どこ？これ。よし。そこ上げです。あ、痛い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 。出血した。出血した。ちょっと。ちょっと。ファーストエイドキットとか持ってねえし。あ、出血止まった。早っ。超痛かったし。あ、こっちも開いてる。ハロー。ハロー。サマンデアって。そんな感じだよね。外国人。誰かいる？って。初めての家がまさかのトレーダーのハウスって。お、なんだこれ。フーディーだ。お、これいいじゃん。これウェア。かっこいいじゃん、これ。おーい、なんかかっこいいぞ。かっこいいぞ。ちょっとこれ回らねえかな。回ったらかっこいいんだけどね。ちょっといいね。ごついぞ。なるほど、これがごついのか。お、販売機がある。これですよ、お金払って借りる販売機。To interactWith vending machine rental。 これね、お金払ってベンディングマシン借りるらしいんですよ。これほら、ゲームタイム30日、レンタルタイム25時間、コスト5000、俺が持ってる金ゼロ。というわけで、ハロー。ちょっと表から入ろうぜ、どうせなら。どこが表なんだよ。表どこよ。どうせならちょっと表から入ってみたいじゃん、この人のところ。あ、ここだね。こっから入りますと。ハローって言ったらレンタル。あ、さっきと一緒。角度一緒。ハローっつって。Well, look what the cat dragged in. You better have coin. You'd better have coins. で、コイン持っとけ。お前金持ってんのかっていう感じ？おお、すっげえじゃん。そしてリストックが15分後に行われるから。あ、安くね、これ。96、ベースプライスが32なんで、ぼったくりだね。3倍の値段ついてるね。もうぴったり3倍だね。うーん、レザーチェストアーマー、なるほど。装備作って売ればいいな、これ。ベースプライスが高い何かを持ってくればいいんだ。フラッシュライトとかもね、あれだね。捨てないで拾った方がいいね。ホップシード。250。ホップシードってこれ、これビール作れますよ、ビール。はぁ、マジか。ビール作れるのか、嬉しい。あ、これ買おうよ。間違う。買うにも何も金がないんだって。うわ、ぼったくりやな。ぼったくり。クリアな。でも俺の売ろうぜ。シークレットスタッシュ、チェーンソーパーツ、ヘビーバンディットチェストアーマー、強そう。めっちゃ強そうだけどよくわからん。ピストルとか売ってるよ。ちょいとお高いけど。わー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 、フラッシュライトいいね。あ、これリストのやつがばらけて出てきてるだけかな。違う。違う。それとは別にシークレットスタッシュがある。へぇ。多分これ在庫の量だろうね。なるほど。でだ。問題はだ。俺が持ってるのどうやって売る？セール。
セールプライス33。1、2、の、の。16、の、の。2、の、の。6。なんか、コスパのいいやつ探そう。うわ、服。服高く売れるやん。服高く売れますよ、皆さん。捨てないようにね。いや、服だな。服ですね。服だな。意外と服だな。ってことはだ。ってことはだ。どうした方がいいんだろう。Thank God you're done browsing. Next time I'll charge you for that. Next time charge for that. で、夜になったらこれ追い出されるんで、自分から出ましょう。とりあえず何が高いか大体分かったね。で、私がやりたいこともやるべきことも見えてきたんで、軽く。なんだここ、畑かな。なるほど。いや、こういう建物見るのいいね。こういう作りにすればいいんだっていう勉強になるね。あ、そうだよ、これ作られたんですよ、新しい。あ、すげえ。あ、こういう杭頭につけろと。なるほど。これ作られたんですよ、新しく。この、なんて言うんだろう。手すりのある、手すり。そうそうそう。うわ、すっげえ。あ、すっげえかっこいいじゃん。あ、ここにアーミーチェストがある。あ、これだ、これ。こっから撃てるんすよ、ゾンビを。素晴らしい。いや、アーミーのはどうせ、あさってもいいの出てこないんで、今はね、もうちょっと後であさりましょう。なるほど。いい作りだ。お、開きっぱだね。あ、これが両開きドア。なるほど。これはいい。これはいい。お、トレーダー・ジョー。あ、それ考えたらここお金稼ぎにいいですね。っていうのも、あれです。ここ、何ゾンビって言うんだっけ、あいつ。スノーゾンビっていうのかな。あいつがいるんで、洋服手に入りますよね、簡単に。これは、いい金稼ぎだと思います。というわけで、俺、ここにやっぱ拠点作ろう。ここに引っ越します。食べ物系どうするかちょっと迷うけど、トレーダー上の中開拓したら怒られるかな。アイテム多分置けないよね、どうせ。近く置けないよね。ほらほらほら。ランドクレームモッドのやつですよ。ここから置けるね。ここから置ける。なんで、やっちゃうか。進撃の巨人やっちゃうか。トレーダー・ジョーのハウスを囲い込みましょう。囲い込んじゃおう。夜外に追い出されても俺の拠点の中っていう謎の状態作ろう。これ楽しいね。というわけで今回はここら辺で終わろっかな。この調子でアルファ15やっていきたいと思いますね。よろしかったらね、チャンネル登録もしてくれたら嬉しいです。あとね、なんて言うんですか。ちょっと待って、これ家作らないやおくね。あとね、これじゃない。200か。あと、下の説明欄に、あれがあります。連続再生できるプレイリストあるので、よかったら使ってください。あとはね、もう一つなんか大事なことあった気がするんだけど、なんだったっけ。まあ、忘れたからいいか。というわけで、こんな感じでやっていきますので、よろしかったら見てってください。ご視聴ありがとうございました。セシカでした。うん、思い出せない。え、何？エクスペリエンスド。何？レベル2とか言われた。俺、ちょっとクーラードリンク飲んどこう。やばい、やばい。暑すぎるかも、ちょっと。暑いか。ちょっと雪山でこんな格好するのは。
不本意だわ。じゃあ、というわけで今回もご視聴ありがとうございました。次回から拠点作っていきたいと思いますので、よろしかったら次の動画を見てください。セシケでした。